大吾は今どこにいるんだ。東京東都大医学部附属病院だ。東都大？カムロ町の目と鼻の先か。ああ、数時間前 CIA 本部がその情報をつかみ、ついさっき俺も知った。すでに峰が動き出していたとしたら手遅れにもなりかねない。行くのか？ああ、急げばまだ最終便に間に合うはずだ。おじさん、桐生のおじさん。おじさん。大地、お前どうしてこんなところに。大変なんだよおじさん。どうしたんだ、何があったんだ。朝顔が。この施設が好きか？俺はな、こういう大人に守られたガキを見ると無性に腹が立ってくるんだ。孤児だからって大人に守られて生きるお前らを見るとな、壊してやりたくなるんだよ。ま、自分が行ってる偽善に気づかない桐生さんが悪い。お前たちはある意味あの人の被害者なのかもしれないな。お姉ちゃん、はるか姉ちゃん。やれ。てっきり死んだと思っていたが、なかなかしぶといじゃねえか。玉城、俺の命が欲しいなら、こ
くれてる。だがあいつらは関係ねえ。子供の命とこの場所だけは見逃してくれ。頼む。こんなんじゃ足りないね。俺はまだ1年前の傷が痛むんだよ、ジジイ。おやじ。てめえとは後でゆっくり話させてもらうよ。ここをぶっ潰した後にな。なんだと？おら、やれ！大変なんだ。おじさん、すぐに朝顔に来てよ。わかった。